はい、どうも、メイジラおじさんです。まあ、出先で撮ってます。さっきね、一風堂のラーメン食ったんですけども、まあ、一風堂にもちょっと思い入れがあってですね、私一風堂で2週間で450万儲けたというところがあって、まあ、その話を、まあ、今後していこうと思います。で、今、なんだろう、ワスペンジンとか、梅田界隈歩いて思い出したのは、ちょうどシャープの話をした時にですね、まあ、株オフ会みたいなものに出てまして、当時、まあ、テスラさんとかも有名だったんですけれども、ヤーマンさんという、今、美容業界かな、美容室を60室ぐらい作ってる、人や、モライアンさんっていう関西の、言ったら、芸人さんで、その、トレードが、うまいであるっていうようなことを言ってた人が中心になってですね、100人ぐらいの飲み会が開催されてたんですよ。で、それに参加して、まあ、言うたら触発されたっていう、触発されてたっていうような感じでございます。その飲み会なんですけど、結構頻繁に開催されてたんですけども、なんか、言うたらヤーマンさんとかムライアンさんと喋りたいみたいな、こう、親衛隊みたいな人が、なんかまあ、言うたら、その人たちと喋れないからって言って、いい席が取れないとか、そんなんで結構揉めたりとか、なんか靴をわざと履き間違えるみたいな、そんなんでなんか靴取られたとか、財布取られたとか、お金取られた、そうです、お金取られたとか、なんかそういう問題や、あと、お代を払わない人もなんか出てきたらしくて、結局なんか問題がたくさんあったから、言うたらまあ大きい飲み会みたいな立ち消えというか、になったやっていうのは聞いてます。で、その後、私がなんかまあ、ちょっと、ある程度儲けて、で、ツイッターで参加した、オフ会で話聞いたら、いや、実はそこら辺で繋がってた人たちが地下で、こじんまりやってんねん、みたいな話で、話もらうようになって、で、そこの飲み会にちょこちょこ参加するようになって、なんか神戸とかでもそれをやってるというので誘われたりしたんですけど、ちょうどね、妹のお産、言うたら出産の関係で、田舎戻ってた時になんか誘わん話がなんか何件かポポンと来て、断ったらもう誘いたくないみたいな、なんかツンデレメールが来てですね、あ、ちょっとめんどくせえなと。投資家というかギャンブル当たるものがやっぱり、孤高というか孤独であった方がいいのかなとか思ったり、なんか群れたがるんですよね、自営業。特に専業のトレーダーとかになった人って、群れたがるんですけども、まあ、それをいいか悪いかは、まあ、分かれるところやなっていうところですけどもね、そんな話でございます。まあ、今でもですね、集まってる人はいるんでしょうけども、まあ、おっさんは今、財政破綻した状態ですので、そういうのとは一線を画して、まあ、そういう経験もあったなっていうのは、糧にしてるし、ツイートで、知り合いになった人たちとは、まあ、連絡取ってるんですけども、まあ、一旦そんな感じでやってございます。今、まあ、だって金が、まあ、金がないというか種銭がないので、そんな思い切ってバカすかできないんですよね。まあ、できたとしても、まあ、信用取引で、まあ、何百万かできるっていうぐらいで、やっぱ何千何億っていう形でできる、あるいは、現生で1000万ぐらいなかったら、なかなかその、どうしようかなっていうのはあんまりないですね。もう、おっさん的には買う銘柄もがっつり決めてしまってるので、それを超えたら、まあ、節約ないし、まあ、普通に暮らしながらですね、積み上げていくっていう単調な作業をやっていけばいいっていうだけの話なので、あとは、まあ、どれだけそのプライベートを充実させるか、あるいは、まあ、ツイッター、まあ、特に YouTube ですね。YouTube の方で収益化して、収入の、言うたら、まあ、お財布をですね、いくつも作って、まあ、ちょっとずつ稼げるようにしながら、そういうものに投資して、くるくる回して、また、言うたら発信してっていうことをやっていけばいいっていうのは見えてるので、特段なんか教えてほしいっていうのもないですね。もう、なんだろう。まあ、あとはだから、自分の村っ気と、言うたら勝負したいという村っ気をどう調整していくかというのを考えながらですね、やりゃいいかなと思いながらやってございます。まあ、総括すると、まあ、そういう、飲み会みたいなのが関西でもあったんですけども、まあ、ちょっと大規模になりすぎたゆえにですね、いろいろあって、まあ、一回立ち消えになって、小さいながらもちょこちょこ集まってるのはあるみたいだっていうことを、お伝えしようかなと思いました。関東は関東でなんかそういうのは積極的にやってる人多そうですけどね、リテラシー高い人多そうですし。っていうようなところで。まあ、って言っても俺、キャバクラ好きっすからか、その話しなかった気がするな。まあまあまあ、まあいいや。そんなところで終わります。